さあ、バント物語続きやっていきたいと思います。なんか最近パドレスちょっとなんか勝ち始めてんだよね。これいつの間にか借金1になってる。前まで10ぐらいあったのに。これワンチャンある、ポストシーズン。俺が入ってから強くなってないこのチーム。いつの間にかもう借金返済だからな。さあ、ここもちょっと追加点を確実に。あー、でかい。あ、お、惜しい。もうちょいでライト前。ポストシーズン行きてえなー、マジで。もう絶望だったけどな。いつの間にかなんか行けそうなとこまで来てるわ。これヒットでしょ。オッケー、ナイス。いや、うますぎ。へっすらへっすら。いや、うますぎ。アウトかい。こいつなんかトレードとかですごいピッチャーとか取ってほしいな。そうすればワンチャンありそう。よしよしよし。さあ、ファインプレー。あ、これちょっと難しい。ああ、うま。調整がうますぎる、今。いやー、これいけるだろう。これはいけるわ。セーフだろう。いやー、送りバント。うわー、いいスタート。余裕です。あ、ハゲ取るやないか。いやー、これはちょっとファインプレーでしょ。高い打球は意外と難しいんだよな。この辺か。いや、うますぎない。うますぎんのよ、マジで。お、ノーアウト一塁。これはいいね。個人記録よりもチームの勝利。やばい、落ちるよ。ランナー走ってる。走ってねえよこいつ。わかるでしょそれは。もう盗塁数稼ごう。いや、これ落ちなきゃ終わり。落ちる。これホームまで行けんじゃない。これホーム行くべ。いける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 。よけろ、タッチよけろ。よし、最高だね。ランナー一塁からライト前でホーム生還。最高じゃない。お、アロザレーナ出たね。アロザレーナ、アロザレーナのホームランキャッチして、俺のあの腕組みを決めたい。バントの腕組みを決めたい。あ、全然ダメ。ただこれもファインプレー。よしよしよし、腕組め。あ、違う、何、取ってないだと。これアウトじゃねこれ。ああ、取ってないの今。腕組みしろ。取ってなくてもいいからもう腕組みしろ。だっせ、避け方だっせ。いや、うまっ。うまくね。え、なんかタラタラしてるけど。セーフでしょ。おっそ、嘘でしょ今の。二塁アウト、嘘でしょ。お、ど正面、すごい。危ない危ない危ない。ど正面、逆に難しい。よしよしよし。さあ、これはファインプレーです。このタイミング、うまい。よし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 。こいつもうね、あれです、もう逆源田です。逆源田、源田は難しい打球を簡単に見せる。こいつは、え、簡単な打球を難しく見せる。逆源田です。うわ、9回3対0か。もういい、そんな土とかつけなくても。どうせバントしかしねえんだからお前。いらないいらない、どうせバントなんだから。おら、あ、よしよし、でもいける、これいけるよ。こういうあたり意外とね。よし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 、これは決まったわ。これも余裕だわ。え、セーフだよね。はあ、今のアウト。めちゃくちゃいいバントだったよね今ね。さあ、4対6。チザムジュニア来たね。表紙のチザムジュニア、このゲームの表紙のチザムジュニア。よし、さあ、ここでちょっとファインプレー決めて、俺が次世代の、あ、やべ。アウトアウトアウト。チクション、俺が次世代の表紙になろうと思ったのに。久々にやっぱツーベース打ちたいよね。ツーベース1本だけ打てたんだよな、マイナーで。あれをちょっと再現したいよね、ツーベース。これ、ポロリすればあるよ。あ、ポロリ、これツーベースある、ツーベースある。これで二塁セーフになったんだよ。避けろ。あ、弱。セーフ、セーフ、ツーベースじゃないこれ。ツーベース、ああ、エラーか。ちくしょう、あれなかなか再現できない。今のエラーだわ、一応ね。さあ、あ、これホームまで行きます。よし、あ、もう見てない。あ、もう気づいてないもん。俺がホーム入ったこと気づいてない。ほら、ボール回ししてる。このバントすると思わせて、
バスターすると思わせてバントうまいいいぞいいぞよし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 ヒットでしょ OKOKOK あれついにバントを打つのかこいつと思わせといてバントこの作戦いやでかいなどこ取れるこれうわあ牛に当てんなよお前うちの可愛い牛たちにいやうまいやーこれちょっと二塁大丈夫うわーセーフ俺も走っていいかなノーアウトなんだけど三振したらちょっと大事故三振だけやめて三振だけはやめて大事故ですすいませんすいませんでした一生懸命へっすらしてるけどうわーよしよしよし決める今度こそジャンプで決めるわジャンプの仕方が違うそういうジャンプじゃないんだよな何だその軽いジャンプ違うのよこれマジで難しいのこれね何が難しいかっていうとマジで超たまにしか来ないわけこれ多分動画上は結構来てるように見えるかもしんないけどこのねカットしてるだけでねその普通の守備がいっぱい何十個もある中のたまーに1回来るぐらいだからあのね心の準備ができてないのこれ心の準備であと普通に練習機会も少ないからね何やってんだボギーいやうますぎないうますぎないこれこれうますぎないよし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 それアウトになったらマジで顔面の形変わるまで殴るかんだお前うわっ、取った、早っ、反応早っ、五郎丸。よし、これは決まった、いや、強いな、ヘッスラだ、よし、セーフ。ヘッスラって実際のところ、早いのかな、早いのか遅いのか、いまだによく分かってないけど、いや、完璧じゃない、これ。だそっちで、ね、これアウトってひどくない、マジで。今日何回やんのそれねえこの一塁ランナーのせいでめちゃくちゃ損してんだけど今日うわー強いなこれもやってるでなんで止まるのそこであいつ下手だなもうムカついてきたジャンプでいけるよねピョンってさあスタートは最高おわでかい歩くなお前確信歩きお前がすなよたかがランナーがハイタッチちゃんとしてくれるかなあーしてくれたよかったよかったあーよかったよかった全然合ってないけどね手がおポコチン来たか今来たんじゃない今激アツ今の体感的にはかなり当たってる可能性高いと思う今ちょミッドガードだけやめてうわ膝でガード入れてるわ膝ガード入れてるうわあ喉仏喉元でしたうまっこれタッチ避けるこれ意外と避けれるかんねこれあータッチしないオッケー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 あっオールスター選ばれなかった選ばれるかと思ったけどな4割打ってるしさあちょっとやばいね打率がだいぶ下がってます4割5分5厘ちょっとスランプっすね4割5分切ったらだいぶやばいいやでもこれは決めていくわこれは OK いやうまいポロリポロリポロリーあーセーフえ今セーフ怪しいけどね今ねだいぶ怪しいだいぶ怪しいよどうこれここも入ってますボール入ってますいやまだついてませんこれはだいぶ怪しいけどラッキーワンアウト一塁ですバカタレイ体で止めるなフライは体で止めるもんじゃないのよゴロは体で止めるけどなフライは体で止めないのめっちゃ喜んでるしよしよしよしさあこれちょっと反応遅らせてからのうわー完璧すぎる取った今落とした取ったあオッケーオッケーオッケーさあということで現在の成績こんな感じになっておりますちょっとね打率がだいぶ落ちちゃったんだけどこれちょっと一塁ランナーのせいだなあの遅いやつあいつのせいで多分だいぶ損してるうん
ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。